全国のジジイとババアよ、諦めるのはまだ早い。モモ、あなた桃次郎くんなの？さくらだよな。友のピンチを救うため、なぜかゲートボール大会で優勝を目指す。さくらハウスの土地は絶対に渡さんぞ。76歳のジジイたち、ちんったらやるんじゃねえぞ。経験も運動神経も体力もない。お前らの価値はもうないわ。さらに悪徳企業の陰謀も渦巻いて。チーム競技なんだろう。ゲートボール桜組、行くぞ。うわ、make me... 人生には遅すぎることなんて一つもない。いやいや、どっちも頑張れ。心をつないで勝利をつかめ。行け、それ行け、ゲートボール桜組。映画館で待ってるぜ。